どうも安田大阪団長そうですベタです。どうもラクロス山田です。よろしくお願いします。やってまいりました。長野県。長野県。諏訪湖でございます。初めて関西は出ましたね。あ、初めてでしたっけ？初めて出ました。長野県。はい。なんでこんなところに来たんですか？トライアスロンです。戻ってきましたトライアスロン。3年ぶり。トライアスロンです。2016年に始まった団長がトライアスロンエイジ別日本代表を目指すプロジェクト。コロナの影響で2019年を最後に3年間全く大会に出場できていなかった団長。今回の復帰戦に選んだ地は長野県諏訪市。初開催される諏訪湖8ピークスミドルトライアスロン大会に参戦します。ただね、はい、3年ぶり外空いたんで、はい、全くスイムランできておりません。あれおかしいでもトライアスロンに出たいということで、はい、超豪華助っ人を呼んでおります。なので、まあ、スイムとラン、はい、そちらはちょっとお任せして僕はもうバイクに、はい、専念したい。今大会出場する競技部門はスイム、バイク、ランと3人1組でチームを組み、それぞれの種目でバトンをつなぎフィニッシュを目指すリレー部門。この日のために団長は精鋭たちを集めていました。ダントツだと思います。ダントツです長いな。はい、まあ世界レベル、ヒントを出すとしたら森脇さん以外外国人です。外国人？はい。ずるい。トライアスロンで年代別日本代表を目指すアスリート芸人団長安田。ラクロスプレーヤーとして世界屈指の強豪国オーストラリアで代表まで上り詰めたレジェンド山田幸男。今回は3年ぶり団長がかけるトライアスロン。えりすぐりの精鋭たちと共に優勝なるか。安田大サーカス団長安田のバズるスポーツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大会前日、団長はエントリーを済ますべくチームメイトと待ち合わせ。最強のチームを作ってきました。こちらはい、水泳がですね、水泳がマスターズで、記録を持っていたと、はい、平田英史コーチでございます。僕のコーチですね、トライアスロンの。スイムを担当するのは平田英史。水泳競技でマスターズ日本記録を打ち出し、近代五種競技では日本代表として活躍。団長のトライアスロンプロジェクトではスイムコーチとして団長を愛の鞭でサポート。今回は競技者として共に戦います。多国籍軍になります。はい、カンボジア代表猫ひろしです。お願いします。どうもカンボジアから来日中の猫ひろし。猫ひろし、もっともっと猫ひろし。カンボジア語でチューマひろし。チューマうるさい。ランを担当するのはお笑い芸人猫ひろし。マラソンカンボジア代表としてリオ五輪に出場した経歴を持つ芸能界ナンバー1のマラソン芸人です。これ最強チームじゃないですか。そうなんです。日本代表、カンボジア代表、一般のおっちゃん。この一般のおっちゃんがどこまで頑張れるかっていうのが今回のポイントです。なのでまあ作戦としては平田コーチが1位で帰ってきますよね。はい。そして俺が最後尾まで1回下げての猫ひろしが大まくり。めちゃくちゃ大変じゃないですか。猫ひろしかかってます。第1回諏訪湖8ピークスミドルトライアスロン大会はスイム1キロコースを2周する2キロ、バイクは諏訪湖をぐるっと回り高低差およそ300メートルの過酷な78キロのコース、そしてランは諏訪湖を一周する20キロのフラットなコースです。参加者は753名、うちリレー部門は16組で競います。初めてのチーム結成ということで、チーム名も決まっているそうなんですが、名前がね、すごい可愛いってお伺いしましたけど、レモン&いちごミルクで、平田コーチが子供がお子さん生まれたので、はい、で名前何にしますって、レモンですかね、はい、とかって、レモンちゃん可愛くないですか、はい、って言ったら、じゃあレモンっていう名前つけましょうって、はい、でまああと可愛い2つをつけたらいちごとミルクじゃないですか。いやいや、団長目標タイムは4時間。遅いよ。2時間55分。2時間55分。なんとか3時間かからないように。はい、じゃあ目標皆さん聞いてもらいましょう。はい、平田コーチから。目標は。いや、それもちろんてっぺんの優勝です。はい。もちろんてっぺん優勝です。6位入賞です。ダメ。入賞。ダメでしょう。さあ明日優勝狙って頑張るぞ。えい。迎えた大会当日、気温は34度と蒸し暑い日となりました。どうですか、暑くない？暑い、だいぶ暑い。それまあでもずっと家の中でクーラーないところでやってるんで、まあ暑さはそんなに気にならない。今回団長はこれまでの相棒ネストのバイクとは違い、新しいコーダーブルームのバイクでレースに挑みます。今回 TT バイクか、まあ、ロードバイクか迷ったんですけど、ロードバイクに DH バーをつけて走ることにして、横風怖いので TT にした時に結構振られるんで、ここも向かいも追い風も全部あるんじゃないかなと思うので、ロードバイクで状況でも対処できるようにとは思ってます。バイクも新しくなって、ジャージもはい、新しくなって、このコーダブルームっていう、はい、自転車になったので、そうですね、応援してくださる方が、はい、いるので嬉しいですね。その部分でもやっぱり頑張らないとなと思います。第1回を迎えました諏訪湖エイトピークスミドルトライアスロン初回の大会です。記録に残る、そして記憶に残る素晴らしい活躍を期待しています。ありがとうございます。スイム担当の平田コーチ、出走前に意気込みを伺いました。やっぱり1位でトップ通過で団長さんに渡しますよ。朝体調はどうだったんですか？朝ですか？朝の体調ですか？はい、久しぶりにこういうちょづいてこういうものを買って飲んでるから下痢っす。そしていよいよスイムスタートです。スイムコースは1周1キロ ×2 の合計2キロ。スタート時の混雑を避けるため、ローリングスタート方式で行われ、6秒ごとに5人ずつ出走します。平田コーチは最後尾からのスタートなのですが、これが一つ大きな障壁となるようで。いや、もう6秒で5人ずつずっと出ていくんで、コース内で750人が先に泳いでるんで、そこをどういうふうにこう切り抜けていくかっていう、それはコースがもう制限された状態なんで、はい、それが一番難しいかな。ここのコースに行きたいときに、例えば人がうわーっと溜まってると、そのためにジグザグに泳がなきゃいけないんで、抜けないっていう状況が出てくる可能性はある。ご参加いただいてます308番の林選手もいらっしゃいますね。皆さんからも皆さんどんどん上がってきますよ。いってらっしゃい。なんで持ってこないんだよ。持ってこいよゴーグル。すぐ曇る。ゴーグル忘れたよ。おい。人も借りて曇るって出走直前となり、真剣モードにスイッチ。レモン&いちごミルクの挑戦が始まりました。前を向き、しっかりと泳ぐ場所を確認する平田コーチ。泳ぎ方もあることを意識しています。フラットの泳ぎからちょっとギャロップ気味に、ギャロップっていうのはそのちょっと上下動がある、そのテンポを取るような泳ぎなんですけど、はい、オーソドックスにこうフラットにこうスースースーって泳ぐっていう泳ぎだとちょっとしんどいかなっていう。最後の人抜けるもんなんですか？前が詰まると結構大変なんですけど、まだ平田コーチはもう百戦錬磨なんで、すごいその辺もテクニックの一つなんで、トライアスロンのこう抜くときにまあちゃんと避ける。1周目も折り返しに差し掛かり、まとまっていた集団から抜け出した平田コーチはインコースへ。自分のテンポで力強く泳ぎます。太った気が全然違う。こんな速いの？速い。速い。1周目のラップは12分15秒と好タイム。前方を遮る選手もなく、さらに躍動します。スイムも残り 500m を切ったところで、バイク担当の団長もトランジションエリアへ。実家お寺やのに来ないと思ってた。テンパってるテンパってる。平田コーチはその後もペースを落とさずフィニッシュ。団長が待つトランジションエリアへ向かいます。まだまだ体力がある平田コーチはここでもごぼう抜きです。どこ？混雑がすごくて、外から攻めようと思ったんですけど、外も結構いて、2周目は結構こう内入ってたんですけど、ここなんですよ。本当に皆さんの参加ありがとうございます。スイムのタイムは25分6秒。なんとこのタイムは750人を超える参加選手の中でスイムパート総合1位。見事1位で団長にバトンをつなぎました。バイクコースは全78キロ。諏訪湖を反時計回りに走行し、折り返して川沿いを南下、田園風景豊かな地区を折り返し、再び諏訪湖を目指します。チームリーダー団長は実に3年ぶりの復帰戦。バイクのみにはなりますが、どのようなことを考えているのでしょうか。今回初めてバイクだけに専念したことによって、結構スイムもやらないと、バイクもやらないと、ランもやらないとみたいなんで、結構頭の中も心もいっぱいいっぱいになってた部分があったんですよね。でバイクだけにすることによって、なんかまたワクワクというか、楽しさがっていうのと、頭の中が結構もうバイクだけに専念してるので、すっきりしていいかなと、それで結構今までになくは乗り込めているかなと思います。 CM の後、団長激走。平田コーチのリードを守り、猫ひろしにバトンをつなぐことはできるか。今回は3年ぶり、団長がかけるトライアスロン。団長が集めた精鋭たちと共にリレー部門で優勝を目指します。バイクコースは全78キロ。初めはなだらかな平地ですが、30キロ地点から高低差およそ300メートルの上りが待ち構えていて、このアップダウン攻略が上位入賞の鍵となります。アップダウンアップダウンのもう繰り返しで、上りは出力が平均でこれぐらいいっとけば足れないっていうところは自分の中で練習して分かっているので、ここの一定のレベルでいったらずっと回せるよっていうところを保っていきたいなと思ってます。風はもう直に影響があると思うので、僕は結構向かい風、みんなそうですけど、特に僕苦手なんで、そこでどうしっかり TT ポジション取って走れるかっていうとこかなと思うんですけど、3年ぶりのバイクに少し姿勢が硬い団長、本人もスタート時点から感じていました。なんからしくない綺麗な乗り方しようとして、腰がねもう5キロぐらい痛くて、乗り方変えなあかんなと思ってこう試行錯誤しながら市内を駆け抜け、およそ50キロ地点、アップダウンに苦戦しスピードダウン。初めてのコースにいまいち調子がつかめず、フォームを修正、試行錯誤しながら走行します。そしておよそ60キロを通過したところで、いよいよ猫ひろしのランが迫ってきました。トップギアへ持っていくために入念に準備を進めます。順調に来てますんで、ここでやっぱりちょっと情けない走りしたら、やっぱりね、猫が去るってことなんで、やったりますよ。はい、レース的にはどうですか、今。バッチリやー。バイクも残り数キロ、ラストスパートをかける団長。そしてトランジションエリアに到着。お帰りなさい。お帰りなさい。どうでした、団長さん。少しでもタイムを縮めるべく、ダッシュで猫ひろしのもとへ向かいます。総合優勝は団長のバイクにかかっていると言っても過言ではない今大会。気になるタイムはエンディングで発表します。なんか3年ぶりで前半が結構走りが硬くて、なんかいつもの自分じゃない感じで、でもまあ後半は走れるようになったんで、今の自分のベストは出たかな。ランコースは全20キロ、諏訪湖を一周し、フィニッシュの諏訪湖イベントエリアを目指します。明らかに他とは違う走りを見せる猫ひろし。1キロ3分30秒というハイペースでスタートから飛ばします。その理由というのが、タイムとしては3分半、1キロ3分半、70分では行きたいですかね。なんか壇上をこう見てるとかなり余裕なんですよね。なぜかっていうと、これ最後自分じゃないからだってこれ僕で決まるわけじゃないですか、はっきり言って。めちゃくちゃプレッシャーですね猫さん、どんなファイトトライアスロン初出場、さらにアンカーとしてチームの期待を背負う猫ひろし。カンボジア代表のプライドをかけ、そしてチーム優勝のために全選手の誰よりも速いラップタイムで躍動します。こうやってトライアスロンの中で走るの初めてなんで、もう本当に未知の世界で、チーム一つとなる、個人じゃないんで、そこはね、気合い入れますから。普段は個人種目で活躍する猫ひろし、チームで戦う喜びをパワーに変えて爆走します。諏訪湖をぐるりと一周駆け抜けた猫ひろしはラスト3キロ。さらにペースを上げ、ラストスパートです。最後まで激走した猫ひろしはついにランの公式タイムはトランジションも入れて1時間11分19秒。このタイムは全ランナー総合1位、ナンバーワンマラソン芸人がやってのきました。お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。いや緊張したわ。まあ走り出したらね、もうそんな緊張どころじゃなかったけどしんどくて。確かに。平田コーチ25分6秒、猫ひろし1時間11分19秒とこの上ない活躍ですが、ここからは団長のタイムを共有し総合順位の発表です。はい、団長の自転車のタイムです。はい、2時間52分02秒、目標タイム通り。おお素晴らしい。みんなだから、はい、予定通りには来れてる。予定通りに来れております。はい、すごいですね。全体の時間ですが、はい、4時間28分27秒。おお早いんちゃう。これはかなり早いでしょ。そして順位が、はい、そここんなん絶対優勝やもん。優勝してますよ絶対。よし2位です。マジっすか。残念、第2位でございます。残念ながらリレー部門総合2位という結果に。そうなると気になるのは1位とのタイム差ですが、1位はですね、はい、4時間24分20秒7秒、なんか4分差、ラップのお知らせをいたします。はい、はい、スイム、はい、平田コーチ、はい、7分ほど勝っております。おおすげえ、7分。ランは猫さん、はい、20分ほど勝っております。おおえ、これ27分、団長さん30分ほど遅れを取っておりまして、自転車でだいぶ早いやつ来たな、バイク。ちょっと2時間、そうですね、2時間20分ぐらいで。ああやっぱ俺だ、思ってた通り。残念ながら優勝することはできませんでしたが、見事2位、準優勝。これは十分な成績と言えるのではないでしょうか。お三人さんとも平田コーチの計算上を、はいはい、時間通りに皆さん走っていらっしゃったので、平田コーチがこのタイムでいいって言うからその通りにしたのに、ああまあまあこれでいったらいいわと思っちゃう。緩みが出ちゃいました。5分ぐらい早く行ってって言われたら俺いけてました。自分ですか。俺7分早いのに。だ今回ね、コロナで表彰式ないけど、はい、表彰式あれば、はい、表彰台ですから。そうです。団長としては初の表彰台。おおやった。だから取り直そうか、表彰台目標に。初めはね、諏訪湖8ピークストライアスロン、団長の復帰戦をチームで盛り上げ見事準優勝を果たしたチームレモン&いちごミルク。次もまた新たなトライアスロンチャレンジがあるかもしれません。こうご期待。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。